はいはい、どうもです。本日ですけども、なんとデュッセルドルフの駅前にいます。で、今回の動画ですが、デュッセルドルフを軽くね紹介していこうかなと思います。なんといってもね、デュッセルドルフといえば日本人街が有名な場所じゃないかなと思います。この駅前の辺に日本人街、リトル東京というような場所があるんですが、町駅がここにあって、今ここですと。で、ここがもう日本人街になります。イマーマンストリートっていうストリートになります。で、まあこの通りなんですが、この沿いに日本食のレストランだとかスーパーだとかがあるような感じになります。実際にはその通りじゃなくて、その通りの前後にも、日本食のレストランとかが点在しているような場所になります。まあ、あとはね、日系のみならず韓国系のスーパーとかもあって、こういうところでもね、日本食の食材が買えたりします。ここがいわゆるメインのストリートですね。で、すごい朝なのでまだお店は開いてませんが、アイス屋さんとか居酒屋さんだったりラーメン屋さんだったり、自分の他の動画でね紹介してますが、かなり多くの日本食のご飯にありつくことができます。で、ここにはでっかいホテル、日光ホテルさんがここにあります。駐在の方だったり、出張に来る方ね、この辺のねホテルだったりレストランにお世話になった方も多いんじゃないでしょうか。日光ホテル以外にも朝日ホテルさんとかも近くにあったりします。でかいよね、さすがです。で、あそこには自分の好きな、たくみさんっていうラーメン屋さんだったり、隣にはね、ゴンタっていうとんかつ屋さんがあります。で、なんとなんと、ここにはですね、日本のクリーニング屋さんがあります。すごくない？めっちゃ日本語。で、さらにここには、高木っていうね、本屋さんかな？本屋さんもあったりします。今朝だから開いてないけど。で、ここには有名なタピオカ系のお店だったり、ありますという感じですね。すごいよね。他にもね、こうやって出張だったり観光で来た方用の旅行会社とかもあったりするみたいです。すごすぎる。そのさらに奥の通りに行くと、うどん屋さんだったり、お寿司の美味しいヤバスさんっていうお店だったり、ヒューガさんっていうね、居酒屋なのかな、今はお弁当しか出してませんが、があったりします。で、こっち側には日本のスーパーですね。日本のって言うとあれかもしれませんが、スーパーがあったり、免税店って書いてあるけど、一応こんなようなお店があったり、あとは松竹という、これもスーパーに近いですが、新鮮な魚を売ってたり、日本からのものを、日本からの食材をね売ってたりするスーパーになります。すげえいいよね。この通りの近くに住むだけでもうほぼ日本みたいな感じですね。続いてここにあるのがジョハネス教会になります。すごい街の中心部にある大きな教会になります。で、あとはこっちの方に、アルトシュタットっていう、まあ、いわゆる旧市街地っていう役になりますかね。アルトシュタットっていうエリアが広がっていて、基本的にはショッピング街となってますね。で、さらにこっちの方にはオールドタウンじゃなくてビルとかすごい新しいんですけど、 H&M とかそういったようなアパレルの店が並んでる通りがあります。他の動画で後で切り取って入れておきます。こんな感じかな。日本人街といえど、街のすごい中心部にあるというか、なんか本当に駅前から出てる大通りをバーッと来ると、いわゆるディスルドフの中心部に繋がっていってるっていうような感じですかね。はい、という感じで動画いかがだったでしょうか。いつも通りね、動画中途半端なタイミングで終わっちまったので、ここからアフレコで解説していきます。まずディスルドフの日本人コミュニティなんですが、なぜここにあるのかっていう話を軽くします。まあ人から聞いた話もあるし、一応なんか改めてググったら、デュッセルドルフの日本人コミュニティっていうウィキペディアのページがありました。なんで気になる方見てください。で、一番の出だしはちょっと自分も気になってたんだけど、ウィキペディアによると、1950年にデュッセルドルフに住み始める人たちがいたと。ちょうど、第二次世界大戦後ですよね、にドイツに戻ってくる人たちがいたらしい。で、ちなみに、第二次世界大戦前は、ハンブルクが、日本人のコミュニティの場所だったそうです。で、ウィキペディアによると、10人の東京のビジネスマンが、金属鉱石や機械を日本に輸入しようとして、デュッセルで事業を立ち上げたらしい。まあ、当時ね、やっぱりルール地方っていう、まあ、産業がこう集まってるエリアだったので、まあ、目の付けどころが良かったというか、まあ、ヨーロッパでそういう、ね、ビジネスをやろうってなったら、当時はデュッセルが熱いみたいな感じだったんでしょうか。今で言ったら、ちょっと前の東南アジアでビジネス開拓とか、アフリカの何もないところに今から来るから張っていくみたいな、それぐらいのテンションだったのかもしれないけど、そんなこんなで10人のビジネスマンから始まったらしいです。
で、その後、1960年には300人、1968年には100社の日系企業があったらしいと。どんどんと日本企業が増えてきたっていう感じですね。で、1980年には日系企業の数が300、1992年は7400人の日本人が住んでたと。で、ちょうど1990年ってドイツ統一の時期だったり、日本経済がこう、衰えてった時期なので、それを境に、まあ、だんだんと撤退だったり、人数が減っていったそうです。かなり面白くない？なんか、ヨーロッパで、まあ、ロンドンは一番、まあ、わかるじゃん。英語圏だし、日系企業進出とかあるけど、ドイツでっていうのは、こういう背景があったそうですね。めちゃくちゃ面白い。今、めちゃくちゃこう、増えてるかっていうと、まあ、ピークを超えて、なだらかに落ちてはいるのかもしれないですね。で、ただ、数ヶ月前にツイートしたので気になる方探してみてほしいんですが、なんか東京都がデュッセルドルフに企業を誘致するみたいなキャンペーンもやってたりしたので、まあ、一応まだまだこういった基盤があるからね、日本系のスーパーがあったり、日本系の病院があったり、日本系のインフラがあったりって。だから今でもブレクジットがあったりで、まあ、若干こう衰退にはなったけど、その後またちょっと追い風みたいな部分はあるんじゃないかなと、個人的には思ってます。で、じゃあ実際に今どれだけの日本人の方が、住んでいるのかっていう話をしたいと思います。で、ただこれは、まあ、過去に移り住んで2世、日系2世とか、日系ドイツ人とか、いろんな呼び方があるかもしれませんが、含んでない単純に在留邦人の数を今データ見てます。で、これは外務省のページからご丁寧にExcel のファイルがバーンって入ってたので、今それを見てますが、ディステルドルフには、令和2年、初めて今令和っていう言語を使ったけど、令和2年だと7200人いますと。で、前年度比、なんと、-12.6%。めちゃくちゃ減ってる。まあ、今年はね、今年はっていうか、まあ、コロナの影響もあって、駐在の方帰ったり、なんだりで、まあ、そうなんだろうな、もう思ったより安くなかったなと思ったけど、まあ、でも7200人の方が住んでると。ちなみに、ドイツ第2位が、実はベルリンじゃなくてミュンヘン。で、ミュンヘンだと5400人住んでると。で、これ5400人が住んでますが、なんと前年比に比べると 15% も伸びてるっていう謎の数字。で、続いて、気になる自分の拠点のベルリンですが、日本人は3700人。3700人の日本人が住んでると。で、ベルリンは前年度比-3.7%。っていう感じです。で、デュッセルドルフ日本人が多いと言うけど、実は海外の都市ランキングで見ると、なんとなんとなんと31位。意外と少なくない？意外と少ない。で、じゃあ上位、どこの国があるのかって言ったら、ロサンゼルス、第1位、6万7千人。2位、バンコク、5万8千人。まあ、読んでいくと大変だから、都市名だけバーっていくと、ニューヨーク、上海、シンガポール、ロンドン、シドニー、バンクーバー、香港、ホノルル、メルボルン、サンフランシスコ、みたいな感じで、まあ、ザ、大都市が、まあ、もちろん、上位にランキングしていくんですが、ヨーロッパ圏で見たら、一応、ロンドン、パリに次ぐ第3位っていう感じですね。世界中のザ大都市を除けば31位といえど、まあやっぱり日本人の数多いんだなっていう感覚ではあります。このデータめちゃくちゃ面白いね。もちろんね、これ多分届け出、海外にいますよっていう届け出を出してないとカウントされないから、旅行者とか、留学生とか、なんとかとかでちゃんとやってないのは、監視されてない。在留届出してないと、監視されてないけれども。で、おそらく自分もこのベルリンの1カウントに入ってるんじゃないかなと、思います。続いて、日系企業どんな会社があるのかっていう話も軽くしたいんですが、数がね、現在デュッセルドルフの商工会のデータによると、584社。めちゃくちゃ多くない？なんで、584社わーって読んではいけないけど、まあ、大体でっかい、上場企業で海外拠点があるような会社であれば、まあ、大体あるよねっていう感じです。ABC 順で見てると、朝日化成とか ANA とか B、BB、C、キャノン、カシオ、ダイソー、ロイト、デンソーとかね、富士フィルム、富士通などなど、まあこんな感じで今 ABCD で目についた企業の名前パッと読み上げましたが、そんな感じで、まあ、ザ大企業的な会社は、まあ、結構デュッセル拠点はあるみたいな感じですかね。なので、まあ、駐在で来る人が多いですが、まあ、駐在じゃない選択肢でデュッセルってあるのかな？駐在員がいるデュッセル支店で
人は5人とか10人とかしかいないけど、実際の駐在の人は1人2人で、残りは現地のメンバーとかがっていうパターンがあって、で、さらにその現地のメンバーの中で、もちろんドイツ人も取るけど、やっぱ日本語とかできた方がいいよねっつって、まあ現地採用として日本人がちょっと入ったりっていう話も聞くので、まあ、駐在員の方メインではありますが、一応現地採用で入ろうとしていくっていうのも、狭き門というか、もともと数は少ないけれどもなくはないっていう感じでしょうか。はい、こんな感じかな。あとはデュッセルの街のデュッセルの日本食レストランの話もしたいんですが、それはいろんな店舗でテイクアウトしてきて家で食べてる動画っていうのを後ほど出すので、気になる方は今後の動画楽しみにしててください。あとは総括的なのでいくと、まあこんな感じでね、イマーマンストリートのところにレストランは言うまでもなくめちゃくちゃあって、すごい便利だなと思ったのは、まあスーパーだよね。スーパーが、日系のスーパー、アジア系のスーパーがポツポツあるので、本当に日本に住んでるのと変わらないレベルで生活ができるっていう感じを味わいました。デュッセルドルフ街自体は小さいですが、あのストリート沿いにいたら本当に、あ、日本みたいな、ほぼほぼ日本人の方歩いてたり、夜とか行くと本当に居酒屋でね、おじさんたちが飲んでるみたいな風景もあったりで、本当に日本みたいな感じな状況でした。もちろんね、それがいいっていう人もいるし、もうそこで駐在している以上、お客さんとも鉢合わせしちゃうし、コミュニティが狭すぎて逆に生活しづらいっていう話も聞いたりしたので、なんか一長一短というか、まあ、海外の日本人コミュニティあるとそうなっちゃうっていうのは仕方ないけれども、まあ、特にデュッセルってなると狭いので、そういうギュッとした本当に日本の地方の都市でめちゃくちゃちっちゃいサイズで、しかも生活圏内が全部同じみたいな、そういうイメージに近いのかなと思いました。もちろんね、日系のものに限らず現地のものを食べるとか、現地の場所で買い物したり生活するってなれば全然鉢合わせることもないだろうし、そういう選択肢もあるとは思います。こんな感じかな。まだまだね、デュッセルドルフの動画続くので、ぜひチャンネル登録してない方、この辺に出てるので、チャンネル登録していただいて、さらにその横のベルマークもポチッとしていただけると幸いです。あとは何か補足的なコメントあったり、質問あったら、ぜひ下のコメント欄で教えていただけると幸いです。こんな感じかな。ではまた、ポンベッシュ。バイバイ。